今回見せていただいてますピアノがディアパソンのナンバー132ですね。一番、背の高いタイプですね。製造番号から昭和40年ぐらいの製造ですので、53歳ぐらいになってるピアノですね。はい、まずハンマーの方はそんなに、減ってはいませんので、これね、アンダーフェルトのついてないハンマーですけども、この音から判断するとかなりいいものを使っていると思いますので、ハンマーはこのまま使用してもいいんじゃないかなと思いますね。あと、まあ、この辺とか出ない音がね、何箇所かあるっていうのは、このジャックの動きがね、悪いというふうな感じですね。ここの動きが悪いということは、ハンマーも悪い感じもするんですけど、ハンマーは今のところちゃんと動いてますけどね。センターピン、中のね、細いピンが通ってるんですけど、そのセンターピンのチェックはしていかないといけないかなと思いますね。あと、このブライドルテープですね。これ、ちょっと触ったら、こう、パキッとね、もう裂けてしまうような感じになってしまいますので、整備するのにこれ、ちょっとね、外そうと思ったら、おそらくちぎれてしまうんじゃないかなと思いますので、このブライドルテープに関しては、新品に変えといた方がいいかなと思いますね。あと、鍵盤のこの横揺れがね、もうカタ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 言うてますので、このブッシングクロスですね。この鍵盤を外した裏側のこういうとこですね。こういうとこも、貼り替えとくの必要があるかなと思いますね。あとね、こういう、ここのね、サビとか、こういうとこですね。こういうとこもね、見えないとこになりますけど、綺麗に磨いて、動きを良くしとくといいかなと思いますね。あとね、こういう部分とか、このハンマーのね、付け根のこの部分、これ鹿革がね、ついてますので、これはもう強いですね。何にも傷んでないですね。はい。こういういいところは残してね、木のいいところも残して、こうね、鍵盤の横なんかもすごい年輪が入っておりますのでね、こういうところ、いい部分は残して、悪いところを変えていくっていうふうな形で、いろいろ提案させていただこうかなと思いますね。あと一番大きな交換部品というのがやはり弦になりますね。50年以上経ってくると、まあこの機会に弦交換はしとかれた方がいいのかなという感じはしておりますね。はい、では外装の方も取り付けてみたいと思います。はい、外装の方取り付けてみました。このね、鍵盤蓋の内側はまだちょっとね、輝きがありますけど、この辺とかね、やっぱりこの辺はちょっと艶がなくなっているような感じですね。傷もところどころありますので、この辺、磨いたらね、機械で磨いたら綺麗にはなるかなと思いますけど、ちょっと傷がね、かえって目立ったりとかするかなと思いますので、外装の方ね、どうせなら私勝手に思ってるのが、このね、艶のある塗装を全部剥がしてしまって、木目調の、なんていうか家具調のね、艶消しの感じにしてもね、綺麗にいくんじゃないかなと思ったりしますね。ディアパソンのマークもね、錆びておりますし、この長板とかもね、綺麗にしたいところですね。鍵穴の部分とかね、もうペダルももう真ん中のペダルなんか何かカバーしてるのかなと思うぐらい茶色くなってますもんね。はい、そういう感じになっております。あと象牙が入っておりますのでね、この象牙の漂白もね、しっかりしていきたいなと思いますね。これ綺麗になると思いますね。はい、外装の方こういう感じになっております。ポテンシャルが高いピアノですのでね、技術者としてはやりがいもあって楽しみなピアノですね。